最初にジュリアンソバの身に魂を宿したアセナ、アテナ日の触りに絶品を申し入れ、二人で地上を支配しようと提案した。しかしアテナはこれを拒否。ポセイドン神殿の支柱であるメインブレドウィナの中に自らの意志で閉じ込められる。柱の中で世界に降り注ぐはずの雨を代わりに浴びることで、破滅の時を少しでも遅らせようとするアテナ。聖者たち、ブロンズ戦士、アテナを、そして地上を救うべく、ポセイドンの入ったマリーナがひしめく海底のポセイドン神殿へと乗り込むのだ。今日の4人のブロンズ戦士とは、海底のポセイドン神殿へと乗り込んだ。またアテナのコスモが弾けるのを感じた。さっきテティスとかいうマリーナが言っていたように、沙織さんはメインブレードウィナーに閉じ込められている。世界の大会を支える7本のマンモスピラー、それら全てを破壊しない限り、メインブレードウィナーを破壊することはできない。油断するなよ。それぞれの柱にはポセイドン軍最強の7人のジェネラルが待ち受けているそうだからな。一刻も早く全ての柱を破壊しなくては。みんな手分けするぞ。あ、メインブレードヴィナでまた会おう。それまでまた負けられないね。いつ？巣を構え、自らをクリサオルのクリシュナと名乗るのだ。クリシュナよ、俺はドラゴンだ。聞くまでもあるまい。名前など聞いたとしても無意味なことだ。数秒後にはこの黄金の槍ゴールデンランスによってお前の命は絶たれているのだからな。行くぞアテナのセイント。そちらが最強の矛だ。こちらは最強の矛だ。ドラゴン、わの命と盾よ。勝負が決まったようだ。ゴールデンランサーを防ぐことも叩き折ることも不可能だ。ドラゴンの盾などなきがごとく、薄紙でも貫くようにして俺の体を串刺しにするとは、防ぐことも折ることもできぬとは、一体どうすれば。お前にはアテナを守るという大きな使命があるのだ。そのために俺は死ぬ間際に俺の持つ全て
つもりだぞ。シール。なんだ。それでは、まさか。そうだ、シール。お前の右腕には、この修羅の魂が宿っているのだ。あの、エクスカリバーだな。修羅の願いを託されている。あなたを得るわけにはいかない。ノーム立ち上がるんだ。まあまあもう一度くらい。ゴールデンアウト。何？ドラゴンの盾がゴールデンアウトを止めた。この盾の人はゴールまばゆいばかりのゴールを疑える。クロスは自分のコスモを燃やさない限りただの多い鎧に過ぎ。ゴールドセイントによってよみがえった俺たちのブロンズクロスは俺たち自身のコスモの高まりによって限りなくゴールドクロスに近づくことができるのだ。いくらクロスがゴールドに近づこうとも、お前の肉体そのものはブロンズの力しかない。メッキが剥がれるのも時間の問題だ。なるほど。お前の言うことにも一理ある。ならば捨てよう、このクロスを。何？命の盾とも言えるせっかくのクロスを自ら脱ぎ捨てるとは。俺がゴールドセイントから受け継いだのはクロスだけではない。それは死と神一重、命ギリギリの極限までコスモを高めなければ俺の右腕に宿るものを踏みさますことはできない。大丈夫だ、キキ。それよりも柱を、インド色のマンモスピラーを破壊しなければ。ついえたわけではない。ロシ、このソードを使わせていただきます。クロスを置いて先に行け。でも、シリューの手当てもしないと。俺のことは構うな。アッペンデックスと言われようと、お前のセイントを目指す男だ。ならば分かるはずだ。何よりもまず大地の平和を、アテナを守るのがセイントだと。シリュー、you
神殿の一部を支えているかのような頭上の海に向かって屹立している北太平洋の柱、そこを守るのはポセイドン軍最強の七将軍の一人、シーフォースのバイアンだった。手荒なことをしてもらっては困る。この柱にかすりきつくのけ、お前の命がいくつあっても足りない。この柱を壊したい。お前を倒せと言うんだろう。できる。人々のために、アテナのために、まだ私を追い詰めるぞ。まるでゴールドクロス。俺たちのクロスはゴールドセイントの血でよみがえったんだ。神話の時代から受け継がれた88の星座の頂点に位置する究極のセイントたち。彼らの熱き黄金の血潮によって復活した俺たちのクロスは、いわばゴールドクロスに限りなく近いブロンズクロスになったんだ。黄金の血だと。そうだ、ゴールドセイントたちの熱い思いに応えるためにも俺たちは負けるわけにはいかないんだ。この天地を揺るがすような地響きと霧雨、
球が放たれる。とっさにチェーンで攻撃をしていたシュン。美女の幻影が消え去った後に姿を現したのは七商人の一人、スキュラのリオだ。それが君の命取りになるのだよ。あなたがこの柱を守るジェネラル。いかにも、私は南太平洋の柱を守るスキュラの湯。ここが君の死に場所となるのだ。スキュラの聖獣がことごとく破られるとは。さあ、もういいでしょう。僕はあなたを倒すことではなく、マモスピラーを倒すのが目的なのだから。地球の海を支えてきたのだ。いかなることがあっても砕くことなどできはしない。それに私もまだ負けたわけではないぞ。何？このコスモの高まりはまだ全力じゃなかったのか。ここまで私を追い詰めたのはお前が初めてだ。その褒美にスキュラの真の力を見せてやる。決定的な死と共にな。なんて強大なコスモ。僕はまだ死ぬわけにはいかない。アテナゴールドセイントたちよ、僕に大いなる力を。僕のコスモよ、燃え上がれ命の限り。なんだあのチェーンの色は。チェーンだけじゃない、アンドロメダのクロスまでもがまるでゴールドクロスのように金色に光り輝いている。地上では多くの人々が雨に苦しみ、全世界が水に覆われる危機に瀕している。地上に降るべき雨を浴びているんだ。アテナを守る聖徒である僕にできることは。バカな、自らの命を最高点以上に高めて爆発させることで柱を飛ばすつもりか。危ないところだった。
命がけで破壊しようとしたように、私も命を懸けて柱を守っていたのだから。いいか、敵にとどめを刺せぬ甘さがある限り、君もいつか死ぬ。それを忘れるな。キラーを目指していた氷河だったが、同じところを堂々巡りする不思議な感覚に悩まされる。ようやく柱の元までたどり着いた時、氷河は思いがけない人物と再会するのだった。これは一体、あんたは神？氷河、何をしようというのだ、ヒョウが。死である私に剣を向けるとは。黙れ！我が主カミユは宝米宮において死んだ。俺を油断させようとしても無駄だ。ジェネラルよ、化けの皮を剥いでやる。嬉しいぞ、ヒョウが。よくぞここまで強くなった。いつまでも南大西洋の柱にたどり着けずに、同じところをぐるぐる回っていたと思ったら、南平洋の柱にたどり着いたなんて。ここは氷河が向かっていたはずだが、セーヌマリンさん、火星に来てくれたんですか。セイ、私はお前をサンクチュアリに連れて帰るために来たんだ。何を言ってるんです。今地上は大水害の危機に瀕し、アテナも死に直面してるんですよ。だから俺たちは必死になって、いくら必死になってもお前の実力じゃポセイドンに勝つなんて無理だ。信じられない。マリンさんがそんなことを言うなんて。私の言うことが聞けないと言うなら、力ずくでも連れて帰るよ、セイ。あれは一体。私の本当のお前。今こそこの仮面の下の素顔を見せてあげる。聖火姉さん、聖夜。間違いない。幼い頃ずっと俺を見守ってくれた母親のような姉さんだ。やっと巡り会えたんだね。
シュンが見たものは、あえなく地面に倒れるジョンガとセイヤの姿だった。無防備な状態から一撃で倒されている二人の様子を怪しむシュン。その時、突然背後に強大な敵の気配が感じ取られたのだった。シュン、遅くなってすまなかった。あ、一輝兄さん、さっきの気配は兄さんだったのか。やっぱり来てくれたんですね。チェーンが激しく反応している。この男は兄さんなんかじゃない。正体を現せ、マリーナ。アンドロメダのチェーンに救われたな、坊や。俺は難病湯を守るユムナデスのカラシャ。あなたがギリシア神話に聞く水の魔物リュムナデス、氷河と聖夜をやったのはあなたか。その通り。氷河にはカミュ、聖夜にはマリンと姉の幻影を見せて気を許したところに一撃食らわしてやったのよ。倒れる瞬間のあいつらの顔ったらなかったぜ。まるで何が起こったのかわからないって目をしてな。リムナです、あなたって人は。きっとあの世に行った後も考え込んでいるんだろうぜ。涙を流しながらな。黙れ、許さないぞ、リムナです。あの二人以上に情に流されやすい。敵に対して素性になりきることなどできない。ましてやこの兄である一騎を倒せるか。どうしたというのだ、シュン。この一気チェーンを抜けるのか。リムナです。やっぱりできない。敵だと分かっていて兄さんの姿をした人間にとどめを刺すなんて僕にはできない。それでこそこの一騎の弟だ。褒美に苦しまずに殺してやるぞ。お定義はよくとどめよ。誰だ今俺に剣圧を放った。
千本。この恐ろしく強大なコスモは何だ。お前は一体何者だ。お前ごときに名乗るとやすっぽい名は持ち合わせてはいないが、倒された相手の名も知らずにあの世へ行かせるのもまた不利。